ワン、ツー、スリー、フォー、レッツゴー、さあ行こう、ウクレレリュックに放り込み。はい、皆さんどうもこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日は最新ニュースをお届けいたします。今日の最新ニュースは何かと言いますと、2019年5月30日にあのリッドミュージックから発売されるガズの第2弾、ガズの本第2弾はですね、ウクレレソングブック、簡単ウクレレソングブックということなんですね。100曲入りです。くー、100曲入りですよ、これすごいですよね。はい、でその表紙が今日出来上がりました。ご覧ください。ドン、こんな感じです。いいでしょう、ガズさんのまたカーってことやってますから。はい、で曲目も実は決定してまして、ちょっと今ここにバーっと書こうと思ったんですけど、ここ行ってください。ここ私のホームページにちょっと今日記事上げといたんで、ここに全曲載ってます。今回はですね、ディズニーの曲だとか洋楽だとかいっぱい入ってます。100曲あるからね、もう本当に皆さんぜひ、今予約受付中ですから、そのホームページのご案内のところで予約できるような、Amazon で予約できますんで、ぜひよろしくお願いします。ただしですね、これ、いつもかっこいいバージョン、難しいバージョンというか、かっこいいバージョンと、あ、違う。いつもはシンプル簡単バージョンとかっこいいバージョンの2バージョンやってるじゃないですか。で、この本に関しては、シンプル簡単バージョン中心っていうか、シンプル簡単バージョンの楽だけですから、はい、すごくこう、16ビートとかレゲエビートとか極めてる人は、簡単すぎてちょっと物足りないかもしれないですけど、これからウクレレでどんな音楽いっぱいいろんな音楽弾きたいっていう方にはもうこれ最高の一冊ですから、誰かにプレゼントするのもいいかと思いますね、ウクレレと一緒に。そんな感じで、これまだ発売されてないですけど、5月30日ですけど、そんな情報が今日舞い込んできましたので、どんどん情報を上げてきますからね。あ、じゃあこのページをお借りして、怖い、このイベント情報もね、沖縄と長野と奈良行きますから、沖縄ではですね、ちょっと言っちゃいますけど、純駆動書店さんで、那覇店で、トークショアのサイン会、もうちょっとで情報公開になります。そういうイベントもこれから増えてきます。皆さん、いろんなところで会いましょうね。はい。まあ今日はそういうことで、リットーミュージックから出てるガズさんの次の本の表紙が決まったというご案内でございまして、はい。はい、ホームページ、一応ここ、はい、ご覧になってください。ホームページになんかいろいろ書いてありますからね。よろしくお願いします。音楽どんどんやろう。楽しいね。ありがとうございました。またどんどんご案内動画の方もたくさん上げていくんでね、皆さんフォローしてくださいね。よろしくお願いします。さようなら。